いらっしゃい。この間のお嬢ちゃんか。あのね、この間の絵本を買いに来たのです。そうかい、そうかい。ういせ、ああ初版持ってるの欲しいね。もう少し綺麗ならね。そうだよ。ほら、こういうのはいろんなところから入ってくるからね。新品だよ。初版だからそりゃ年月は経ってるが。5000円。本屋行けば新品のやつまだ売ってるよ。買うの？それ引き取って差額もらってもいいよ。わけありみたいだね。まあいいよいいよ。よかったですね。あはは、そう言ってもらえると嬉しいです。
ああいうところを好きです。はい、おじいちゃんとよく行きますから。何よりです。こんな私でも役に立つことあるんですね。そうです。へっちゃらです。高雪くん、だってもう面会時間終わりだから。今日は来てくれないと思ってたの。
だって今日は茜も来てくれなかったんだもん。寂しかったの。ねえ、その手に持ってるの何？いいもの？え、なんだろう。嬉しい。ごめん。でも嬉しい。ありがとう、高雪くん。ずっと大切にするね。そんなことしないよ。だって高雪くんにもらった最初のプレゼントなんだもん。だって、なんだか顔が緩むよ。ひどい。あ、でもダメ、笑っちゃう。
何？どうしたの？え？絵本って不思議でしょ？でもね、懐かしいって思える本は実はあんまり多くないんだ。ほら、そういう感情はその人が過ごしてきた環境の影響ってあるじゃない？だからね、そう思える本に出会えるとすごく嬉しいの。この本は孝之君を待っていたんじゃないかな。うん、ずっとこうして見てもらうのを。初めてなのに懐かしい、新しいのに懐かしい。私、変かな？
ひどいよ。茶化さないで。また明日。話し声がするから誰かと思えば、やっぱりね。とっくに面会時間終わってるのよ。じゃ、今は知ってるってことよね。ここ、一応病院なんだけど。あの、すみません。どうして鈴宮さんが謝るの？この本、ずっと私が欲しがっていたから。なるほど、それで本か。だから星野さんも絵本なんか持っていたのね。そうです。まあそれは別にいいけど、残念ながらお楽しみはまた明日よ。ありがとう。うん、バイバイ。それじゃ、また明日ね。はい。まったく。まあおかしいとは思ったのよね。あなたが姿を現さないから。本当に面会時間過ぎてあそこにいるとは思わなかったけど。彼女喜んだでしょ。あなたも楽しかった？それじゃあ、その喜びをバネに、明日からまた頑張りなさい。それじゃあね。あ、おかえり。
懐かしいなと思って。これどうして？これ絵本だよね。古いものみたいだけど、どうしたの？初めて見る。あの日、別に。高行さ、覚えてる？
あの日、私と会った時のこと。あの時さ、高雪、この本持ってたんだね。嬉しそうに両手で掲げてさ。そっか、これ持ってたんだ。どうしてこれこんな風に？ごめん。別に。これ、はるかが欲しがってたんだよね。高雪、それ新しいの探してきてあげたんでしょ、はるかに。なんとも思わないわけ。その絵本は、高雪と遥かをつなぐものじゃないの？時間を超えてさ、つないじゃうんじゃないの？本当に思わなかったの？Thank you.